遠藤陽次は、大正時代から大正時代にかけて活動した管理であり、政治家である。初代仙台市長や衆議院議員などを歴任した。江戸時代末期の仙台に生まれた。仙台藩公用剣道に学び、幕末には母親戦争に参加した。大元人、宮城県会議員、同議長を経て、1889年、初代仙台市長に就任し、 同職を2期務めた後、1903年に、声優会、衆議院議員に転じた。さらに、宮城県農工銀行の頭取りを務めた後、1910年、仙台市長職に復し、1期務めて引退した。仙台市長在任中には、古代事業を訴えたほか、1896年には、仙台市都定実業学校や、仙台市官位商業学校を開校させた。 また、宮城県内では、植林、養蚕、養豚を進行した。1907年には、仙台市会議長を務めた。遠藤は、仙台市内で、しだれ桜の一種、八重べにしだれを植え増やしたことから、この桜は、遠藤桜とも呼ばれるようにもなった。ありがとうございます。